習と言うべきかわからないけど、私は中学時代、A子にいじめられてた。理由は、私の名字が珍しいから。その件に、一家族いるかどうかぐらいの珍しさ。名字をネタにして、もじって笑い飛ばしたり、机に虫の死骸を入れられたりなんて、いつものこと。ただ、A子以外はかばってくれたし、A子の方が、性格悪すぎてみんなに嫌われてた。結局、私はいじめられたまま卒業し、遠くの高校へ進学して、いじめは終わった。それから、数年経ち、同窓会に出た。私は、久々に再会した友人たちと話をしていたのだが、A子は、私をまたいじめたかったのか、絡んできた。A子、あんたまだ独身なの？ぷぎゃー。私、あ、うちの子、今7歳と11歳。A子、何よ。どうせ、底辺の旦那でももらったんでしょ。こんなブスに旦那なんて。藤子藤子。友人、さっき、お店まで送ってくれたの旦那？超かっこよかったよね。A子、ボロいアパートとかで極貧生活でしょ？ヴィトンとかこれ見よがしに持っちゃって、見え張ってさ。私、A子を無視して友人に。うちの子、超かわいいよ、写真を見せる。友人、やばい、かわいい、うちにくれ。私、やらんわ。友人、つうか、何この床？大理石？めっちゃセレブ。私、いや、これ玄関だから、大したことないよ。友人、マジで、あんたんち何部屋あんの？私、指折り数える、15？ A 子、AQW セドルフトズ藤子 LP。A 子、会費を払わず逃亡。全員爆笑。どんだけ嫌われてたんだ、A 子。会費は、私が発端なので、A 子の分も出そうとしましたが、幹事が、最初から、あいつ人数に入れてない。と言い出し、さらに爆笑。参加の返信はがきを出さないで、今日いきなり来たそうだ。アホか。何が復讐かって言うと、私は未婚。うちの7歳と11歳の子、イコール、猫。店まで送ってくれた人、イコール、会社の同僚、超絶イケメン。床、友人の勘違いであり、ただのコンクリ。マンション全体の、部屋数が15。っていうのを、わざと勘違いさせるように言ってみたっていうこと。友人も共犯です。嘘は言ってないけど、かえって泣けた。以上、魔女の復讐でした。